っとお前のそばにいるよ。おっさんは走るかもな。アンカーが二人も休んだら代わりを探すのが大変だろうし。でも牛尾のそばにいてやりたくて。いいんだよ、今は一人でできなくても。あんなの楽しくなかっただろう。パパ機嫌が悪くて大声出したりしてさ。出発だ。今度は楽しい旅にしようぜ。歩けるか牛尾、少し休むか。パパも牛尾が大好きだ。牛尾剣じゃねえぞこの野郎。人の親父の体を勝手に使って。本当にお前があのデリオラなのか。大スネーク今度行くしか今。親父の体で声でこれ以上くだらねえことを言ってんじゃねえぞ。大スインパクト。大事なことを忘れそうになっていた。俺は死なない。仲間の涙は見たくねえから。アイスメイクワンブレイク。やあ死人の諸君。ああ、今この状況は君たちの生存を許さない。故に君たちは死んでいる。オーマ・シューカ、あれと一緒にいた女はどうした。行け、シュウ。そいつを絶対に手放すな。今度こそ守ってみせろ。状況に応じてパターンが145通りに分岐する。全員実行までにこれを全て頭に。ジャスティスクラッシュ。正義の自転車乗り、無面ライダー参上。おりゃー。分かってるんだ、 C 級ヒーローが大して役に立たないなんてこと。俺が一番分かってるんだ。俺じゃ B 級で通用しない。勝てる勝てないじゃなく、ここで俺はお前に立ち向かわなくちゃいけないんだ。がないと学校にも行けないのか。イリス先輩から直令を受けた。怪盗殺しの犯人を特定する。お前はお前にしかできないことがあると思うか。まあいい。それより昨日はあれからどうだった。怪盗が、あ、いえ、怪盗先輩が死んでいた部屋にはあのメンバーの誰も入れなかったし、出ることもできなかった。7人目は全員が劇場内に散るのを待ち、手に持ったカメラを止めると速やかに事務室のマスターキーを入手。ゲーム作りの入門書とかないかなって。部室のは難しすぎてな。おやおや、ゲーム作りだって興味あるよ。それに俺もメンバーだし、何にもしないわけにもいかねえさ。何やってんだ。なら参加者が少ないジャンルの方が賞を取りやすいんじゃね。そういう意味じゃねえ。お前の書いたシーンを読んでエロゲーマーとしての感想を言ってやろうとしただけだよ。先輩でいいよ。兄さんなんて兄弟でもないのにおかしいだろう。自己紹介の必要はなさそうだ。もしも強行手段に出るというなら、騎士として抗わせてもらうよ。今のルグニカは平時より少し落ち着かない状況にある。何か困ったことがあるなら僕でよければ手伝うけど。舞台の幕を引くとしようか。武器を失ったのなら投降をお勧めします。アストレア家の剣撃を。剣聖の家系ラインハルト・バン・アストレア。異界の大きな力に対して人間はドライバーなしで対抗し得ない。グリモア教団あたりだろう。それとも逃げるのか。
この出会いをあいつらに選択させたい。民が道に迷うなら王が道を決めるだけだ。その選択の責任は王の責務。ロキ、まさか西暦の天才たちを手なずけていたとはな。あいにくだが、お前の思い通りにはな。みんな、立候補の届け出受理されたぞ。それで俺は次に何をやればいいんだ。だからこれからそうならない方法を考えるんだろ。600票なんてどうやったら取れるんだ。ということはクラブ改革反対を旗印に立ち上がればそいつらの支持を得られるというわけか。たく、所有物ってんならもっと大事に扱えよ。いつものでいいんだな。パコ島って何ですか。はい、負けませんよ。79期卒業生の篠宮だ。この課題では俺が指定する料理を作ってもらう。ルセットは行き渡ったな。俺のルセットのうち割と簡単な料理をチョイスした。クビ。課題に沿わない料理を出せば当然失格。納得したか。ガキが誰に向かって口聞いてんだ。ああ分かってないようだから教えてやる。シェフは俺だ。俺が作ったルセットに手を加えることが下っ端に許されるわけねえだろう。